阿寒湖で国の特別天然記念物阿寒湖のマリモが大量に打ち上がりました。先月から今月にかけての大雨と強風が原因とみられています。岸辺に打ち上げられた大量のマリモ、今月2日、釧路市の阿寒湖の岸辺で発見されました。釧路市によりますと、先月の大雨で水位が上がっていたことに加え、今月1日から2日にかけて発達した低気圧が強風をもたらしたことで高波が発生し、マリモが打ち上げられたとみられています。打ち上げられた範囲は1500平方メートル以上と推定されていて、釧路市は陸上まで打ち上がり戻れなくなったマリモを湖に戻すかどうかなど、今後の対応を協議しています。